はい、お久しぶりです。いやー、コースの趣味部屋です。いやね、本当ね、結構時間経っちゃいましたね、前回の動画から。いやね、本当ね、先日アップしました動画の通り、ちょっとね、急にお金がね、結構ドカンと必要になったんで、他のね、フィギュアとかを買えなかったんでね、何も紹介するものがなかったんです、はい。ということでね、今日はね、前回予告した通り一番くじ、開催してます。はい、SMSP、5000円くじですね。はい、それのスーパーサイジン4の、悟空が、いよいよね、発売となりました。皆さんね、引きに行かれましたでしょうか、またはね、引けましたでしょうか。結構ね、かなり、激戦だったんじゃないかと思いますけれどもね、私はね、1店舗しか行ってないんですけれども、とりあえずね、そこのお店はね、一般販売分もあったんですけれども、一応ね、ちょっと、写真をパシャリと、撮りましたので、それをね、今見ていただきたいと思います。はい、こちら。はい、ということでね、これはね、どうなんだろう、栄翔だけ1個残ってるっていうすごい状況だったんですけどね、これは1人が、引いたのか、それとも複数人が引いたのかは分かりませんが、ものの見事にね、自分が、一番欲しかった、4番のね、D 賞の、二次元、こちらがね、すっぽ抜かれてましたね。いやー、どうなんだろうね、一人の人がこう引いて、いや D 賞が出るまでってやったら結局9回までかかったっていうことも考えうるんですけど、とりあえずね、一般販売分はもうすでにその1個 A 賞のみとなってましたね。はい、で、この動画をね、ずっと見ていただけた方ならわかると思いますが、自分はね、そこのお店で一応ね、予約という形で、しに行ったんですけれども、予約解禁日の日にね、行ったんですけれども、そこのお店でね、一応予約してますということで、5回上限だったんですけれども、一応ね、ご希望個数はって聞かれたんで、ワンロット、10個、できますかって言ったらね、ちょっとね、入荷次第ってなりますけれども、一応10個で予約取っておきますって言われたんで、お願いしますということでね、一応予約はしたんですけれども、その後にね、入荷状況が分かり次第ご連絡しますということでね、待ったんですけれども、今日に至るまで連絡がなかったんですよ。はい、なのでね、いや、これ予約できてんのかと思ってね、ちょっとね、半々、いや、むしろ8割方できてねえんじゃねえかと思ってね、しかもね、お金がね、後払いだったんですよ、そのお店。だからそこのお店にしたんですけど、予約開始日にお金がなかったんでね、なので後払いのお店を探してたんですけど、そこのお店だけだったんですよね、近所が。なので、とりあえず後払いということで、だからね、確定ではなかったんですよね、ようやくが。前払いだったらね、もう払ってるから絶対、引けるんですけど、なのでね、ちょっとすごい不安だったんですけど、一応行きました。はい、行って、一般売分のあれを見て、減ってるなと思いつつ見てたら、ちょうど店員さんが来てね、どうされましたみたいな感じで聞かれたんで、すいません、予約してるんですけどって言って、で、お名前はと言われるんでね、伝えましたところ、予約できてました。いや、すごい不安だったんですけどね、いや、なんとね、本当にね、予約ができてたんですよ。
なのでね、大金を握りしめ、行ってその場でポンとね、ワンロット分のお金を、カウンターに出しました。でめでたくね、こちら、はい、まあね、車で行ったんですけれども、ものの見事にワンロット予約できてましたんでね、いやこれで一安心っていう感じでね、戻ってまいりました。まあね、アソートはね、まあ A 賞4、B 賞3、C 賞2、D が1ということでね、まあものの見事に二次元が1個しかないんでね、まあね、でもね、あのね、家に帰り着くまでね不安だったんですよ。これ D だけ抜かれてんちゃうかって思ってたんですけど、まあね、ちゃんと D 賞が入ってました。はい、でね、まあこちらを見ていただければ分かりますけれども、ね、なんとね、そこのお店くじもね、ついてたんですよね。未開封のくじの券が、これは初めてでしたね。ロット予約は前に、悟空、一番最初の悟空の時に、買ったんですけど、くじのあれ券はね、その場でお店側が回収する感じだったんですけど、ここのお店はね、なんか別にいいみたいな感じでね、まあ未開封のくじもついて、買いました。まあ、ということでね、まあね、なんとかね、まあ、大金をはたきましたけれども、コンプということでね、無事、できました。はい、まあね、皆さんどうですかね、一発で D 賞とかね引けた人はすごいですよね、本当。まあね、オークションとか、まあ、フリマとかだとね、もう D 賞だけはすごい高騰してますけどね。まあ、A 賞はほぼ定価ぐらいで買えますよね、今ね。だからね、ほんと T 賞は、欲しかったんで。まあ、大金出しちゃったけどね、A 賞がダダ余りしてるけど、まあ、これはどうしようかなっていう感じでね、まあ、取っとこうかな。ということでね、まあ、実際ね、ちょっとね、見ていきましょうかね、箱の方からちょっと見ていこうと思います。はい、はい、ということでまず、01番 A 賞、ブラシですね、こちら、はい、01番ということでね、ブラシ A 賞、これね、予想以上に重いですよこれね。2キロぐらいあんのな、俺すっげえ重いんだよな、すごい重いこれ。うーわー、これは期待できちゃうな、これ期待できちゃうというか期待しちゃうなこれ。じゃあね、まず早速この A 賞をねちょっと、開封して見ていきましょうね、一つずつですけれども、ではね、まず、多分ブリスターに入ってますから、ブリスターの状態見ていきましょう。はい、はい、ブリッサーの状態まで持ってきました。はい、こちら、いや重い重いこれ、うーわ、しかもなんかこれでかくないか、SMSP ってこんなでかかったっけ、久しぶりに SMSP を、引いたんでね、いやこれ重い重いし、なんかでかい気がすんな、あの、こういう感じで入ってますねブリッサーは。いやこのもう見た目から出来がすごい良さそうなんだよ。ではね、早速、ちょっとね、ブリスターから開封して見ていきましょう。はい。はい、ということで、ブリスターから出しました。こちら。やーべえな、これ。半端なくかっこいいんだけど、これ。うーわー、予想以上だぜ。スマイル検知もするしな、すごいな。これがブラシですね、ブラシ賞ということでね、もうブラシ賞自体でもすごいねこれね、ブラシだけでもこれは買いですね、やべえ出来だわ。で後ろ、
いやすっごいわこれ。いやーすげえ造形で、尻尾がね、別でこうついてますんでね、つけていきましょう。ということでね、はい、こういう感じで尻尾つけれましたね。いやーいいね、尻尾もすごいよくできてるねこれね、造形。いや素晴らしいね。で、こちらが、補助パーツですね。これは多分こっち側の足でしょう、はい、ドスンと。いや重っ。うわこれはすごい、これはすごいね。いやすげえ、めちゃくちゃかっこいいなこれ。ちょっとね、自分が思ってたより全然すごいかっこいいですね。いやこれはちょっとスーパーサイジン4の決定版だこれ。うわかっこいい、うわすっごいかっこいい。うわ出来が半端ないなこれ。ということでね、ちょっとね、時間がかかっちゃうこれ。ちょっとね、巻きでいきたいんですけどね。うん、ということで、こちらが、ブラシ。ではね、次行きましょう。はい、次がね、はい、こちら、02、B 賞ですね、アニメカラーですね。はい。まあ、これは、あとは箱は一緒なんでね、早速ね、ブリスターも、分かる通りなんで、実際にもう、組み立てちゃいましょうね。はい、はい、ということでね、アニメカラーがこちら。はい、あのね、一瞬ね、映像と変わらないと思ったんですけどね、どうですかね。あんま映像とそこまでなんか色が変わっててるとかそういうのはなさそうなんだよな。まあ、この特にね、この、画像を見るか、このね、カメラ越しに見る分にはもう全然あんま変わりがないように見えるんですけど、まあ、肉眼で見るとね、あのね違うんですよ。こう胸のあたりのシャドウが吹いてあるのと、シャドウ吹いてない、シャドウ吹いてる、まあ、もうこの胸のね、ここら辺を見れば分かりますけど、うん、であとね若干こうアニメの方がちょっと白いかなってね、肌がね、うん、肌が白いかなっていう感じで、毛の色は一緒ですね、うん、あとこのズボンの色はね、こっちがオレンジっぽくてこっちが黄色っぽい色ですね、うん、ちょっとねカメラ越しだとあんまよく分からないかもしれない。であと、ここの靴の色はね、こっちが青でこっち紫っぽい感じ、うん、あんま分かんないね、カメラ越しだとほとんどなんかあんま変わらないねこれね、色的に、まあ、好みは分かれるけど、色的にはやっぱこのブラシの方がいいね、うん、ここはシャドウ吹いてあるし立体感があるっつうかね、うん、この2つだったらちょっと自分はブラシの方がいいかな、そうだね、うん、こっちはちょっと肌が薄い、なんだろうね、こっちの方がなんかほんと手が込んでる気がするんだけどな、まあ、人によりきりか、ということで、02B 賞、はい、ではね、次行きましょう。はい、続いてはね、C 賞ということで、こちらです。03番 C 賞、トーン彩色ですね、白黒、はい、
こちらになりますね、結構ね自分白黒好きなんでね、ちょっと、期待してますけれども実際、見ていきましょう。はい、C 賞の、白黒トーン彩色ですね。はい、こちらです。いやね、あのね、これはこれでね、ほんとすごい俺いいと思うんですよ、うん、かっこいいと思うんだよね。やっぱね、白黒はね、あの造形美がね、なんかこう際立つんで、自分はほんと好きなんですよね、白黒彩色っていうの、うん、あのね、結構前評判だと白黒は外れみたいな感じでね、しかもあのヤフオクとかね、フリマアプリとかだとね、もうあの5000円以下で買えちゃったりするんですよね、うん、そこまでかなと思うんだけどね、うん、そこまで悪いかなと思うんだけど、自分好きなんですけどね、この白黒、うん、結構ね、この白黒彩色はね、女性人気が高いんですよね、うん、やっぱこうおしゃれっていうかね、うん、造形がやっぱすごくわかるしね、飾っててやっぱこういいんじゃないですかね、うん、いやこれは本当ねいいですよ、うん、白黒別に外れてとは思わないけどね自分は、うん、これはこれでいいね。まあ欲を言えば、あの目はね、ちょっと金色とかにね、塗って、ちょっと差別化してほしかったなというのはありますけどね、うん、こう目が金色だったらね、すっげえかっこいいと思うわ。目を金色にするだけで、もうそれだけでね、もう全然人気が上がると思うんだよね、この白黒。ちょっと目も白黒にしちゃったのはちょっと残念かなという点はありますけれども、これはねすげえわ。ちょっとこれよだれついてるなあれ、これ個体差だろうな。ちょっとよだれがこれちょっとよだれうん、これ取れないな、うん、個体差だな、まあいいか。ということで白黒、で次がいよいよ、自分が最も期待している、2次元見ていきましょう。はい、ということでね、2次元がこちら、はい、ちゃちゃちゃんと04、2ディメンション。いやこの時点でもなんかすっげー良さそうなんだよな2次元。いやこれはちょっと期待しちゃうな。じゃあ早速ね、組み立てて、実物見ていきましょう。はい、組み立て終わりました。いやでは見ていきましょうか。自分が一番期待している、二次元彩色こちら。あのねまずね、ちょっとここのね顔のここのグレーっていうかな、これがあるからなんかちょっとね、ちょっと自分が思ってたのと違うなっていう感じがあったんですよね。うん、赤みとかも二次元だからそういうあれなんだろうけれども、こういう感じでね、うん、まあ、二次元ならではのこう塗装なんですけれども、まあ、この胸の部分とかねすごいいいと思いますね、うん、こうやっぱ、二次元っていう感じの、彩色ですけれども、で尻尾がね、ここでちょうど分割されてるんですよね、色がね、うん、こういう感じで、で後ろの毛もね、こういう風にね、ちゃんと二次元塗装されてます。はい、こういう感じでね、うん、で靴のところもねこうやって色分けはされてますね、うん、よいしょっと。やっぱね、なんだろう、顔のこの灰色いるかな、
感じなんだけどね、うん、なんか顔が汚れてる感じ、最初汚れてるのかと思っちゃったね。どうなんだろうな、これはちょっとあの好み分かれるかもしれないな、うん、まあ、自分はちょっと思ってたのと違うなっていう感じを受けますね、うん、ちょっと遠目から見ると違うのかな、ちょっと遠目からちょっと見てみましょうか。はい、ということでね、ちょっと遠目からこう引いた感じで見ると、まあ二次元、うん、やっぱ二次元って感じで悪くはないですね、うん、やっぱ透明から見るとね、やっぱ二次元彩色が際立って、分かるんでいいと思うんですけど、まあ、近づくとねちょっとなんか違うなっていう感じはしたんですけれども、まあ、これは引いてみる分には本当いいと思います、二次元は、うん、まあどうなんだろうね、好み分かれると思うなこれは、うん、まあ、多分これ実物を見て二次元っていう人も多いかもしれないね、これは、うん、ちょっと自分もね、ちょっと違うかなっていう感じは受けましたね、うん、まあこう見てもね、うん、まあ、ここら辺はね本当ね二次元って感じですごくかっこいいと思う。なんだろうな、こう頭、こう頭部ちょっとって感じなんだよな。まあね、あの、まあ、二次元引ね、引けた方はね、ちょっとどんな感じだったか、どう感じたかっていうのはねちょっと聞きたいんですけれども、どうですかね、まあ、切った自分が期待してたもっとちょっと違うかなっていう感じはするんですけれども、まあ、でもこれはこれで本当ね、いい、俺はまあ別に悪くはない、好き、まあ好き、うん、好きだね、まあ、でもね中この4つの中でね一番好きなのはやっぱこれ A 賞のブラシが一番いいね。なんだかんだで一番なんか安定感っていうかね、無難っていうかね、まあ、こう肌のシャドウとかも吹いてあるしね、これは A 賞はねほんとすごい、うん、だから A 賞が一番アゾート的に多いんだけど、まあ、引いた方はね別に悔しがることないですね、うん、当たりだと思っていいと思います A 賞、いやー A 賞は思ったよりすっごいいいわ、まあ、B 賞もね、うん、まあ、別に悪いわけじゃないしね、まあトーンはね本当ね、なんで人気がないのかなって思うよね、自分は好きですけど、まあ、むしろね二次元の方がちょっとっていう感じは受けましたね、うん、どうなんだろう、まあ、こういう感じで、まあね、引けたんですけれども、ちょっとね何だろう、大きさはちょっと大きい気がするんだよな、そんなことないか、ちょっと悟空とちょっと並べてみようかな、飾って、はいはい、ということでね、一番最初のね、悟空と、比べてみますね、大きさ、はい、変わらない大きさ変わんなかったな、久しぶりにあのなんだろうね一番無事引いたからかな、うん、刀身は変わる、それ変わるわけないか、若干、うん、ちょっと一回りでもこう肩を並べると一回り大きい気がするんだけどね、まあ、でも一緒か、はい、ということでね、こんな感じで、まあ、ちょっとこう並べて真ん中にジェミニがいるのがねちょっと気になる方はいると思いますけど、
いやこれはねいいね、うん、やっぱりいい、うん、いやということでね、まあ今回ね、皆さん結果どうだったでしょうかね。いや自分はねなんとかね予約できてたっていうことでね、まあ一時期は予約できてないと思ってたんでね、うん、予約できててよかったですね私は。皆さんはどうでしたでしょうか、うん、まあね A 賞いいです一番ね、数多いですけど、まあ、A 賞引いてねがっかりせずにねほんとね喜んでいいと思いますよ。これすっごい A 賞、うん、まあ、それ以外の賞もね、まあ、もちろん、よしあしあると思いますけれども、まあ、ちょっとね自分的に D 賞が自分の想像とちょっと違ったなっていうのがありますけれども、まあね、なんとかコンプリートをしたかったんでね、うん、まあその点では良かったと思います。ではね、まあ、今回はね結構大枚はたいちゃったんで、次の、フィギュア何かなということで、まああのね皆さんね、チャンネル登録してお待ちくださいね。あとね、前回、も、お伝えしました通り、着々とね、自分の、初のねフィギュア制作、こちらをねちょっと着々と、進めています。まあね随時まあ、写真を撮ってね経過報告という形はと、まあ、撮れたら撮りますけれども、うん、途中でね、ちょっと投げ出す可能性もありますからね結構むずいんですよやっぱり、うん、思い通りにね造形ができなかったりするんですけども、なんとか頑張ってやっております。はい、なのでねそこら辺も、期待している方は、少々ねお待ちいただければなと思います。あとね、その、自分の作ってるフィギュア気になってる方はぜひねチャンネル登録してお待ちください。あとね、いいねボタン押してください。それでね、もうほんとね、自分のやる気が出てくるんでね。はい。それで頑張っていけるんで、チャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いします。ということでね、今回の一番くじの結果、こういう感じで、終わらせていただきたいと思います。ではね、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。では、次の動画までお待ちください。ありがとうございました。